かなり子供たちが使い込んでいるので、いいなというふうに思ったのと、あとは、先生方が本当にできることをできる範囲で気軽にやれているのがすごくいいなというふうに思いました。やっぱり黒板とそれから電子黒板とそれからあと他の別のものとをうまく、使い分けをできればいいなというふうに思いました。いつもの授業の中でやっぱりやってる、だからアナログのこれまでの授業もそうだし、パソコンの中を使った授業なんかも全て自然にナチュラルにこう授業が展開されていて、非常にそれは好感が持てたし、無理のなくというか、やっぱり子どもにとってなんかこう特別な授業ではなくて、いつもの授業の中にパソコンも電子黒板も普通の教科書もデジタル教科書も全部あるんだと、その中で一番いい授業が、そこに展開されているということが、今日の、公開会の中で、存分に出ていたかなというふうに思いました。今日の授業公開も、その後の研究協議も大変勉強になったと思います。で、江南小学校がどのような形でフューチャースクールしているのか分かっていただけたのではないかと思います。今後もこういうことを契機に、頑張っていきたいと思います。